アンドレアス・バンクは、ドイツのスキージャンプ選手で、ドイツ連邦軍のオーバーホーフスポーツ、新交代後長である。旧東ドイツ、ハレケン・ハレ、ザーレで生まれ。バンクは、ハレ市郊外のドムニッツで暮らしていたが、10歳の時、オーバーホーフのスポーツ学校に入学し、2007年に卒業した。2008年から、WSV オーバーホーフレーゴに所属し、また、 アンスバッハ大学のトップアスリートコースに入学し、国際経営学士の学位を取得するために学んでいる。バンクは早くから頭角を表し、2000年12歳の時早くもドイツ学生選手権で優勝。2001年シーズンはドイツジュニアカップとドイツカップで共に総合3位となった。翌2002年は団体戦でドイツ選手権2位。 2003年は、ドイツジュニアカップ総合1位、ドイツジュニア選手権2位、ドイツカップ総合3位となった。2004から2005シーズンから、スキージャンプコンチネンタルカップに参戦し、ロバニエミでの2戦目で、初の表彰台となる3位になった。同年のスキージャンプ週間オーベルストドルフ大会にて、地元枠で、スキージャンプワールドカップ初出場、45位だった。 2005年のドイツジュニア選手権で優勝、ドイツ選手権で6位となった。2008年のノルディックスキージュニア世界選手権で個人、団体の2冠となり、2008から2009シーズンからナショナル A チームに加わった。2009年7月19日に行われたドイツ選手権では135メートルと139メートルの 大ジャンプで、ミヒャエル・ワーマンを破り初タイトル。2009から2010シーズンは、パスカル・ボドマーと共に、ドイツ期待の若手として、ワールドカップを、転戦、2010年1月16日の、札幌大会で自身初の表彰台となる2位になった。バンクーバーオリンピックでは、ノーマルヒル個人で、出番はなく、ラージヒル個人でも28位に終わったが、 団体戦では2本目に139メートルの大ジャンプをして銀メダル獲得に貢献した。このシーズンはワールドカップ総合で自己最高の21位となった。2010から2011シーズンは主にコンチネンタルカップを転戦、総合3位となったが、ワールドカップではわずかに2度ポイントを獲得するに止まった。 2012年スキーフライング世界選手権団体で銅メダルを獲得。自身初出場の2013年ノルディックスキー世界選手権ではノーマルヒル個人9位、ラージヒル個人11位、ラージヒル団体では銀メダルを獲得した。2014年2月にロシアで開催されたソチオリンピックはノーマルヒル10位、ラージヒルでは出番がなかったがマリヌスクランス。 アンドレアス・ウェリンガー、ゼベリン・フロイントと組んだ団体では一番手を飛び、チーム合計1041.1ポイントで金メダルを獲得した。2014年夏にアンスバッハ大学を卒業し、所属クラブを WSV ・オバーホーフレイ語から SC ・ヒンターザルテイに変更した。2019年7月引退を表明した。ありがとうございます。